マッキーインはアメリカ海軍の駆逐艦、ウィックス級駆逐艦の一隻艦名は米英戦争と南北戦争で活躍したウィリアム・マッキーイン大将に、ちなむ。その名を持つ艦としては初代。マッキーインはカリフォルニア州サンフランシスコのユニオン鉄工所で1918年2月12日に寄港し、7月4日にヘレン・ラモンテーリ夫人によって浸水。 館長ローリー・シー・ウィリアムス少佐の指揮下1919 19年2月25日に収益する。竣工後、マッキーインは1919 19年から1922年までの間は大西洋水域にあり、特に1919 19年5月から7月の間はニューヨーク及びチャールストーンを拠点としてヨーロッパとの間を往復した。 任務終了後の1922年6月19日にフィラデルフィアで退役して保管された。ファラガット級駆逐艦の竣工以降、アメリカ海軍は大量に保有していた、ウィックス級をはじめとする従来型の駆逐艦を順次、除籍したり、他の艦種に移すなどの作業を行った。マッキーインは、ウィックス級の内高速輸送艦に改装される6隻のうちの1隻となり、 集停搭載用のスペースを確保するため従来の武装をすべて撤去し、また全武主官を撤去して日本煙突となって速力が低下した。高速輸送艦に改装されたリトルは1940年8月2日付で APD-5 に分類変更され、12月11日に艦長トーマス・バローズ少佐の指揮下でノーフォークにおいて最終駅した。 1942年3月21日、マッキーインはノースカロライナ州沖でドイツ潜水艦に来撃されたタンカーエッソ・ナッシュビルの生存者8名を救助した。マッキーインは1942年5月10日に東海岸を出発し、ソロモン諸島の戦いに備えるため7月20日に南太平洋に向かった。8月7日、アメリカ軍はガダルカナル島に上陸して、 反抗の第一歩を示し、マッキーインは、ツラギ島に陸上部隊を上陸させた。以降、ガダルカナル島の戦いを通じてニューカレドニア及びニューヘブリディーズ諸島とガダルカナル島の間の輸送船団の護衛に従事し、時には自らが輸送の任務に当たることもあった。マッキーインが属した第1二輸送軍は、消耗が大きく、 コルホーオンが1942年8月30日に空襲で沈没し、9月5日にはグレゴリーとリートルが日本駆逐艦の砲撃で沈没していた。その中でマッキーインはガダルカナル島の戦いの終わりまで生き残り、1943年1月31日に南太平洋を離れてオーバーホールのため西海岸に向かった。オーバーホール終了後、 マッキーインは再び南太平洋に戻り、6月21日からは、ニューヘブリティーズとソロモン諸島間の護衛任務に就いた。7月から11月にかけては、中部ソロモン地域で行動し、ニュージョージア島の戦いに参加して、ニュージョージア島とレンドバ島に対する上陸作戦を完工した。これと、並行して、ガダルカナル島とニュージョージア諸島間の、いわゆる、 スロットと呼ばれたニュージョージア海峡の警戒の任務も行った。10月に入り、マッキーインはトレジャリー諸島及びブーゲンビル島への反抗の準備を整えた。それから間もない10月27日、物島に接近したマッキーインは陸上部隊を降ろし、部隊は島に重要なレーダー施設を建設した。11月1日にブーゲンビル島の戦いが始まり、 これを阻止しよとラバウルから出撃してきた日本艦隊はブーゲンウィル島沖海戦でアメリカ艦隊に撃退された。マッキーインは海戦後の11月6日にタロキナ岬に到着して海兵隊を上陸させ別の部隊の輸送のために一旦ガダルカナル島に戻った。追加の部隊は11月11日にブーゲンウィル島に上陸した。11月17日 日本軍の航空部隊は、戦車揚陸艦8隻、高速輸送艦8隻、駆逐艦6隻からなる部隊を攻撃し、この攻撃で、マッキーインは撃沈された。11月15日、マッキーインは185名の海兵隊員を乗せて、スロットを北上した。2日後の11月17日に、エンプレスオーガスタワンに接近したが、その時日本の来撃機が空襲を仕掛けてきた。 マッキーンは巧みにかわし続けたが、3時50分に、右舷側に魚雷が一本命中し、燃料庫を爆発させた。火は芝叩く間に、艦の後部に燃え広がり、マッキーンのすべての動力は失われた。さらに海上に漏れ出た油にも火が燃え移って、海に飛び込んだ乗組員が火に巻かれて焼死する、始末であった。艦長ラルフエル・レミー少佐は3時55分に、 総員体感を礼し、マッキーンは4時ごろから沈み始めた。その12分後に、レーミー・少佐ーサを去り、間もない4時15分には、艦の前方でも弾薬や燃料の爆発が起きて4時18分に沈没した。戦死者64名のうち52名が爆発や火災によって死亡した。生存者は駆逐艦によって救出された。沈没場所は、 太郎沖並崎の南西、南位6度31分、統計154度52分。マッキーインは第二次世界大戦の功績で海軍部隊表彰を受け4個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。